はい、おはようございます。今日はですね、もうタオ島に上陸しております。そして、前に見えるのはですね、ミヤさんとダムとダムレックでございます。はい、おはようございます。おはようございます。行きましょう。朝のお散歩です。はい、ね、ダムとダムレックも元気でございます。はい、おじちゃん絡まっちゃった。こっち渡ろう。今8時ぐらいですかね。はい、8時ぐらいです。はい、これより遅くなると地面が熱くなっちゃうからね。そうだね。あ、まだ大丈夫ですね。はい、さん、後ろ気をつけ。はい、いやー気持ちいい。いつものこれ散歩コースですね。そうですね、はい、変わらず365日。雨が降ってもカッパを着て。はい、おはようございます。いよいよですね、タオ島に上陸いたしました。はい、今後ろに映ってる、はい、コーラルグランドダイバーズといえばですね、あの方がいらっしゃいます。はい、今日はね、こちらで、ちょっとね仕事をさせていただこうかなと。ダイビングのインストラクターのね、仕事を。嘘です。はい。はい、じゃあちょっとで、あの人をご紹介しましょう。ちょっと待って。それではね、ご紹介しましょう。真面目に仕事。サリカ。はい、タオ島といえばね、ミスタータオ島の、ミヤさんです。ミスター。結構ね、真面目な顔して、仕事をしておりますんで、はい、今日は僕はこの真正面でね、僕も仕事したいなと思っておりますんで、5日間ばかりですけども、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ダイビングも、何日かやろうと思ってますんで、一つよろしくお願いします。ちゃんと働いて。いやー今日もね天気がいいっすよ。ほらこれですよ。はい、はい、今回のですね、タオ島での宿泊はですね、コーラル、グランドのですね、ダイバー専用のですね宿泊施設ですね。はい、でこちらねエアコンがないです。はい、ですので、はい、このように、はい、扇風機だけになります。はい、でもまあ部屋はね小綺麗で十分。ただね冷蔵庫はありません。はい、こんな感じでございます。はい、まあ十分でしょう。はい、でまあ当然ですね、シャワールーム、はい、こんな感じのですねシャワールームもありますと。はい、まあ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 十分でしょう。小綺麗です。はい、ただねやはりエアコンがないので、そうですね、昼間ここで寝るっていうことはなかなか難しいかと思いますね。はい、ただ僕の場合はですね、外で、カフェなんかで仕事をしたりしますので、昼間はね、はい、あとはまあ外海にねスノーケリング行ったりするので、まあまあまあ十分だと思います。はい、でこちらがですね、1泊、500バーツかな。はい、エアコン付きだと700バーツだかっていう感じですね。はい、今回はこちらにね、5泊ぐらいしたいと思います。タオ島でねおすすめの、まあラーメンですね、中華ラーメンみたいなお店ですけども、まあダック、はい、アヒルを使ったですね、ラーメンとかご飯が食べられるお店ですけども、
まあコロナ禍に来ましたけども、その時と比べるとすごいですよ。とんでもない混んで、でこれお店これ拡張したんですね、こっちね。あーなるほどね、はい。でね、僕が頼んだのは、はい、こちらの、はい、こちらですね、はい、大盛りでね、100バーツの、まあ、スープがマイルドなやつですね、はい。でね、これも美味しいですよ、これ、パッペっていうね、アヒルのくちばしですね、はい。ここはね、本当におすすめのお店でございます、はい、はい。こちらがね、はい、中華風ね、まあ、塩味ですね、はい。まあ、スープはマイルドってやつですけども、非常にね、このアヒルのお肉ですか、ザックです、これがね、めちゃくちゃ美味しいです、はい。注文してからね、やっぱ20分ぐらいかかってるかな、すごい混んでます、はい。